始まった。始まってます。クッキングスタート。いろいろちょっとアクシデントがあってちょっと遅かったりとか。始まってます。いやちょっとみかんまであるやん。みかん安かったので買ってきてくれたみたいな。出したら人間の一食分よりお高いな。高級サラダがこのうち出来上がるよね。出来上がりますね。はい、リクガメさんたちのご飯を今から作ってます。今はこれグリーンイグアナのグリコさんの朝ごはんですね。グリコさんからいくのね。グリコさんからいきます。グリコさん茎食べないで。茎食べないの？ほんまや、茎食べないの？葉っぱだけ。茎誰が食べんの？いや、茎はこれ、リクガメに食べてもらいます。ソラ君、美味しいところがない。美味しいところ食べてくれないです。すごいな、大量の小松菜。はい、これはサニーレタス。チンゲンサイ、三重県産。地元の野菜を食べてます。白菜、水菜がここにあって、はい、かぼちゃ、プチトマト、はい、人参。すごいな。また出来上がった頃に見に来るわ。はい、よろしく。お願いします。
げえ出来上がった。このお粉は何や？粉はですね、野菜では取り切れないカルシウムを。あー、なるほどね、カルシウムの粉。この何これ？これは、これ明石くんが出して明石亀が食べる粉なんですけど、生野菜ちょっと残しつつあるので、うん、デリーに取り入れる水分補給がてら。なるほどね、お残しした時用のあれなんな。すごいな、シーザーサラダみたいになってるやん。すごい。この大きいのがケズメさんたち。こことここがソラ君とロッコ。こちらが高い。で、こっちセーラーさん。ああ、そこだけちっちゃい。で、この子は赤石くんとゆりこさん。ゆりこさんはちなみにカメではなくてグリーンイグアナ。はい、はい、では行きまーす。そういう作戦なんやって。知ってた、セイラちゃん。ちょっと知ってたよ。下ベロが可愛いな。セイラさん綺麗なんです。お嬢さん、その場で噛んで飲み込むっていう感じ。こんな感じかな。大迫力。すごいすごい。あ、粉まみれになってる。何もこう選んでる感じがないね。なんか、その場所、場所、一箇所そこを取ると。全部が美味しいのに、ね、幸せな。はい、もりもりなんできたな。はい。絶対見ないぞ。そこが見えてきたよ。はい。
トマトにかぼちゃにバランスのいいお食事だわ。召し上がれ。